三重県津市の養豚場では今月14日、県内3例目となる豚熱が確認され、県は自衛隊と連携し、飼育されている豚およそ1万頭の殺処分を進めていました。三重県は19日に殺処分を終え、昨日豚舎の清掃や消毒など、すべての防疫措置を終えたと発表しました。この養豚場では、周辺で豚熱に感染したイノシシが相次いで見つかっていたことから、イノシシから小動物などを介して感染した可能性が指摘されています。